まあ、ちょっと今日風強いんですけど、はい、まあ、川端をそぞろ歩きしながら楽しめるのが渥美温泉ですよって今やってますので、はい、ぜひよろしく。ありがとうございます、うん、いいんですか、頂戴して、うん、はい、ありがとうございます。株の種類いっぱいあるんですね。だ、種類いっぱいあるんだよ。すごい。私なら5層がいいの。これ味見させてもらってもいいです。いいよ、やった。ありがとうございます。いただきます。どんな？あ、すごい。はい、酸っぱいな。酸っぱい。美味しい。酸っぱいのがの、うん、いろんな濃いのが酸っぱい、やっぱり。あ、そうなんですか。いろんなの濃いのが酸っぱい。うーん、数席の人がだの、数ビズヌして言えばそれやばダメだって言えばいいだもの。宇宙飯なんだけど、数スパイス、ビズヌス使って言えばダメだって言えばいいだもんだ。うーん、原稿書いてるから鈴が鈴で違うな。うん、鈴がのやっぱりあの椅子のあるとこだと、うん、あまりあのこぐならね。うーん、せっかくだ、これ1個いただいてっていいですか。はい、いいですよ。はい、まで、どれがおすすめ。どれでもいい、どれでもいい。あ、いいよ、これでいいですか。これはない、小さい。ありがとうございます。500日元のお買い上げになります。はい、こちらどうぞ。30元のお返しでございます。はい、あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。黒タイン、うわー、かっこいい。黒タイ釣り発祥の地。
市街までで30分ぐらいですね。西インターで降りていただいて、うん、そのまま国道7号線走っていくと、うん、市街の方にこう通じている道があるので、あ、庄内空港ここにあるんですか。はい、鶴岡がもっと分かりやすいのはここに、はい、結構詳しくこれだと、はい、あ、これいただいていけるのありますね。はい、全て。あ、いいですか。ありがとうございます。これが足湯カフェですね。行ってみようかな、うんうん、よろしければ。はい、すごいこんな立派な冊子が、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今片付け中で。あ、全然全然ごめんなさい。全然全然大丈夫ですか。映っちゃって大丈夫ですよ。あ、はい、ありがとうございます。じゃあ行ってきます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。